心はゆるっと、きつけはシャキッと、きつけ大好き山宮ひろ子です。こんにちは。今日はおみ結び300番です。元部挑戦者って書いてからメンションつけてやってくださった方もいました。とっても嬉しかったです。というこんな帯結びです。それではいっちゃうよ。インスタグラムオンラインサロンではポイントごとにもっと詳しく解説、個人ズームレッスンなどでスキルアップ、直接会って学べる本気の着付け教室では初心者さんも一から学べるコースをご用意。詳しくは概要欄をご覧ください。手が下、タレが上で一結び。タレ元しっかり開いてね。そしてね、左右の羽分残して、まあ、そうね、50センチぐらいのところを羽分残して、タレ先をパタパタ屏風ひだ作ってます。パタパタパタで、そうね、5つぐらいかな。できると、長ければそのぐらいできます。そして、これぐーっとくるっと回してね。そして右に持ち替えて3本の30から紐に全部かけます。そして折り上げて手前2本を抜いておきますよ。これで準備最初は完了。ね。続けて羽を作っていきます。少しちっちゃめにしてるので、少し手前を折って、次のに入れて、次ここから先もね、羽作ってあげるんですけど、上手にこう、ねじれちゃわないようにして羽作ってあげてください。そして作ったら、これをこっちにしたいので、もう一本、こう、紐を下に回しといてあげて、こうして、この下にもあるような感じ。で、こっちとこっちに2つ羽作ってください。で、このパタパタ屏風ひだは奥に置いといてね。で、続けて枕をするんですが、ちょっと大きめです。お太鼓ぐらい。そしてこの羽みんな上げてしまって、こっちの羽も整えて、上げてしまって、この羽の根元にしっかり枕です。そして結び目よりも上に乗せます。羽の結び目とかね、そういうのをちゃんと留めといてあげて、この上線よりも上に置いてあげるのがミソ。枕はしっかり締めたら胴の中に沈めてくださいね。脇も沈めます。こんな風になりました。そしてこの枕の向こう側にある30針紐を少し引き上げておいてください。で、枕の向こう側にちゃんと用意して、手を輪を右にしてぐーっと引いていきます。で、上線に乗せて切り上がりすぎないように整えて、そしてここは一度開いて止めたらもう一度折って、この部分にかけています。少し折ってこんな風にして斜めにして羽ができるようにしています。で、この部分をこうして、あとは帯締めをかけていきます。で、輪の中に帯締めを通して整えて、帯締めはどんなにししっかり締めても大丈夫です。帯の胴の上なんだからしっかり締めてくださいね。そしてここまでできたら、あとは形付けです。では、形付けです。ちょっと複雑に見えるからこの形をここに入れた最初のパタパタびょうびの下、広げてください。こんな風に広げてください。華やかに広がりますね。広げて、この部分も襟から突き抜けないように配置しましょう。まるっきり同じように重なるとつまらないですから、少し動きがあるようにして羽を作ってあげてください。帯の特徴を生かしていろいろ変えてあげてもいいと思います。そしてこの部分も枕の向こう側にちゃんと三中仮紐が入るようにして重ねて動かしてあげましょう。あまり馴染みがにくいような帯の素材だとピンって跳ね上がってしまうので、そこを羽の先を馴染むように落としてあげて、素材を生かしてあげて形を作ってあげるといいと思います。あんまり硬い芯のいっぱい入っている帯はどうもこれはうまくいかないと思うので、比較的柔らかい新しいタイプの帯、そして長さもあったりすると楽しくできると思います。こんな風にちょっと大胆な形作りをしてみてください。どう？すごく早くできちゃいます。簡単でしょ？